はいどうも、いつきんです。試練の伝道が、実装され、皆さんもやっているかと思うんですが、スコアはね、どれぐらい、出せたんでしょうか。僕も昨日からずっとやってるんですけど、倒すのがやっと、倒せてもスコアは SSS いかない、ぐらいで苦戦しているんですが、今回は、僕の使った編成を、紹介していこうかなと思います。で、今表示している編成、割かし、多いのかなと思います。火力セクレット、そして、盾役として闇ゼラト、そして、盾割り役に SSB、アーチャーはですね、ちょっと不利なんですけど、まあ、それを含めてもね、SSB はかなり、優秀な盾割り要員として、働いてくれます。で、あとはヒーラーの枠なんですけど、連携ができるアンジェリカか、ルリがやはり多いみたいですね。こういった編成よく、見かけます。あとは、連携はないんですけど、攻撃力のバフと、状態異常回復が優秀なディエネ。このあたりも、使っている人いるんじゃないでしょうか。一応クリティカル抵抗バフも貼れるので、防御としてもね、結構優秀です。で、あと火力はセクレットにしているんですけど、ダブル火力編成としては、チェルミア。チェルミアもですね、回復負荷のデバフを持っていて、このカイロンはですね、回復負荷のデバフをつけると、なんと、ダメージが 75% アップするということで、まあ、縦割りを入れているのと同じぐらいの、効果を得ることができます。なので、まあ、縦割りとね、回復負荷を入れて殴るっていうのが基本戦術になります。で、ただね、僕は今回、この編成ではありません。はい。こちらです。僕はですね、ちょっと全体火力が全然いなくて、まあ、闇ゼラトでなんとかっていうところなんですが、火力セクレットではなく、ここは久々にこの子を使おうじゃないかということで、光アイテールを、使って、攻略をしてみました。残りの編成は、ルリと SSB、ルリのところはね多分闇アンジェリカの方がもしかしたら、安定するかもしれません。まあ、レベルはねまだ上げてないので50なんですが、こちらの編成で今日は行ってみたので、とりあえず見ていきたいと思います。はい、ではこちら録画になります。試行回数がねとんでもなく多いので、撮っているリアルタイムで話すってことが無理だったので、録画になるんですが、見ていきたいと思います。最初のターン1ウェーブ目ですね、こちらはですね、ルリを使う場合はルリの変身ができるタイミングを調整すると、ダメージが出しやすいです。まあ具体的に言うと、カイロンがHP が減るとですね、ダウン状態になります。ダウン状態は非常にダメージを与えやすい、状態なので、そのタイミングでですね、ルリの変身がちょうどできると、かなり効果的です。ただそのダウン中に、まあ、ターンを貯めるとか、変身して攻撃バフを使うってすると2ターン使ってしまうので、カイロンの気絶状態がですね、2ターン分損してしまうので、なるべくカイロンが気絶寸前で、バフを貼れると非常にダメージが伸ばせます。まあ、今回はねちょっと失敗してしまったので、ちょっとあれなんですが、この辺りでね調整してください。今回ちょっとダメージが出すぎてしまって、ここでですねあと残り1ターンで変身できるってとこなんですが、ここでね調整できるかなと思ったんですが SSB の範囲がぶっ刺さって、ゼラと組んで全部削ってしまうと、取り巻きで調整するのが一番楽ですね。はい、ここでゼラトが盾になって、反撃が出てカイロンが気絶してしまうと。本当はねこれの気絶前に変身できれば一番いいです。でちょっと今回は火力が出ないので、まあ、これぐらいですね。何も入ってない状態でアイテール、16万、まあ、結構出ると思います。メイジがね一番ダメージ出せるので、本当はここ、闇止みが一番いいんですが、残念ながら持ってませんので、持っている方は光アイテール試してみてください。はい、では回復負荷を入れて、防御ダウンも入っているので
瑠璃で剣バフを貼って、これねもったいないです。回路の上にあるゲージがねどんどん溜まっていって、あれが満タンになると気絶解除されちゃうので、もう2ターン無駄にしてるのでかなりもったいないです。はい、全バフ乗せた光アイテールの攻撃は50万、結構出ますね。これね2回ぐらい、S2 とセットで合わせるとね100万近く出るんで、それをやりたかったんですが、今回はできませんでしたと。うまくいけばここの時点で、スコア S までは狙えます。さあ、あとは、これウェーブ2ですね。出てくる敵がちょっと変わってます。ここもですね、なるべく取り巻きを除去しながら、基本的にアイテールは本体を殴っていくという感じにしてください。カイロンが起きてる時の上のバー、あれがですね溜まってしまうと、まあ、怒り状態になって攻撃力がめちゃくちゃ上がって、もうほぼワンパンされてしまうので、あれが溜まりきる前に、カイロンを倒すようにしてください。はい、そしてルリのですね、このバフですね、これはですねもう剣バフほとんどこのターンは意味ないです。カイロンがほとんど消してくるので、あんまりそこは意識せずに回復目的で使うようにしてください。もう減ってればねバフ消されそうでも使ってもらっていいです。さあ、うまくここもゼラトに入ってくれました。この攻撃はですね反撃が確定でゼラトくん発動してくれるので、かなりいいですね。で縦割りもねうまいこと移せると非常に楽になります。なのでやっぱゼラトを縦にするのが、流行るんじゃないでしょうかね。結構ツイッターとか見ててもゼラト前に置いてる人が、多く見られました。まあ、こんな形で活躍するとは、ちょっと海外のね動画とか見てるとあんまりゼラト使ってなかったんで微妙なのかなと思ったんですけど、わりかし仕事してくれます。ゼラトがいなくて、闇テネブレアいる人はねそっちでも全然いいと思います。闇テネがねおそらく、このカイロン戦は一番火力が出せると思うので、闇ドミと闇テネが揃ってると相当強いと思います。さあ、うまい具合に取り巻き削れて、カイロンの HP もねまだこれぐらい減ってればいい感じだと思います。でうまいこと回復負荷と防御ダウンも入ってるので、ここはもうルリでバフを入れちゃって一気に削っていきます。スコアを狙う場合はですね、ここルリ温存して、もう一回ねダウンするので、そこで、使ってスコアをね上げた方がいいかもしれませんが、今回ちょっと怖かったのでもう一気にスキル全部使って、一気に削りに行っています。ここまちょっと急ぎすぎたかもしれないですね。やっててちょっと後で後悔したんですけど、なかなかねその判断が難しいですね。このコンテンツ削りきれるか削りきれないかっていうところが。さあ、ここは SSB に飛んじゃって、ここうまいことねゼラトに刺さればそのまま落とせていたんですが、無理でしたと。さあ、じゃあここで落として、これもちょっとターン微妙ですね。歌姫の登場だよ。さあ、剣バフを、入れるか迷ってますね今。まあここで、入れるか連携でスコアを稼ぐかっていうところもあったりするので、まあ、今回は、剣バフをつけてゼラトで防御弾を入れます。回復負荷はちょっとスキルがないので今回は入れれません。さあ、ただねアイテル君もスキルがないので普通に殴りしかできません。このターンも結構もったいなかったですね。ほとんど攻撃できてないので、スコアを稼ぐのであればこのウェーブ2のダウン中が一番稼ぎやすいですね。ここのターンはね長いんです、ダウンの時間が。なので、1ウェーブ目よりも攻撃回数増えるので、できるならここで稼ぎたかったんですが、無理でした。そして、鬼の3ウェーブ目、ここめちゃくちゃきついと思います。苦戦してる方もいると思います。今回もね行けたの結構奇跡的だったんですけど、ここもですね基本は変わらず、取り巻きはゼラトに任せて、本体を殴っていくと。ここを倒すと、クリアになりますので、できるだけねここで倒したいところです。さあ、今回は取り巻き除去を目的としているので、連携を発動させました。ここ回復打ってもねあんまり
取り巻きが残っちゃうので、できれば取り巻きを除去するのを意識した方がいいと思います。さあ防御ダウン入ってるので、ここは本体にスキルを打って、かつね、相手量を選んだ理由がもう一つあって、回復ができます。これ非常に大きいです。さっきのところルリー回復しなかったんで HP 微妙だったんですが、見ての通りね、相手力で全開できると、これは非常に大きいのかなと思います。さあここうまいことゼラトに飛んでくれたので、取り巻きも綺麗にね除去できました。そして、カイロンに回復負荷と防御ダウン、どちらも入っている状態なので、ここは剣バフをつけて削りに行きます。さあスキルにもね結構ダメージ出るので、火力としては相手より全然ありなんじゃないかなと僕は思います。可能性を感じました。さあここで再び取り巻きを召喚、もうこれを削るのがね大変で本当にきついですね、ここ。さあここも、連携攻撃で取り巻きを除去するようにします。でここちょっと1個ミスっているのがですね、ちょっと陣形効果を忘れていて、攻撃力がですね相手ルの方が上になってしまってて、本来であればルリの連携でゼラトを動かす方が効率がいいです。2体攻撃なのでね、ただちょっと今回ミスって相手ルが動いちゃってるので取り巻きの除去がちょっと不安だったんですが、うまいことクリティカルとか出てくれてるのでなんとかなっているという感じです。さあここで、アイテールに飛んでしまいますが、これ運ゲーですね。ルリーがどっちのバフを消すか、はい、アイテール消してくれたので助かりました。そしてここでもゼラトに飛んできてくれて、ちょっと耐えれるか不安だったんですけど、なんとか、耐えてくれたので、反撃で防御ダウンを移していくと、そしてそこからさらに行動で、取り巻きを倒せました。ここ倒せたのが大きかったですね。ここ倒せないとかなりきつかったです。さあ、ここは結構チャンスなのでどんどん本体削っていきたいところなんですが、すぐねこうやって取り巻きを召喚してくるのでもう休む暇もないですね。さあもうここはもう出し惜しみせずに本体をね狙っていかないといけません。結構やってて取り巻きを倒すタイミングとか悩んでる人多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ1ウェーブ目2ウェーブ目はもうたまに倒すぐらい、基本はゼラトに任せるって感じで構いません。で3ウェーブ目はもう基本本体殴る意識なんですけど、取り巻きを除去しないとそれはそれでめんどくさいので、ルリとゼラトでねうまい具合に倒してみてください。さあここも、アイテール火力役は本体を狙っていきます。さあここは、SSB がスキル3も溜まっているので、ここももうね攻撃ダウンついてますけど、そもそもそんなにダメージ与えれないので一気に打っていきます。さあギリギリ倒せませんでしたね、上2つがね。ここ倒せたら楽だったんですが、まあ追撃の防御ダウンの攻撃で倒していくと、でゼラトで残りの1体も倒して、これはかなりチャンスですね。回復負荷と防御ダウンはついているので一気にいきます。そして、うまい具合にゼラトにまた飛んできたので反撃で、さあギリギリ倒せない、アイテルでとどめを刺します。はい、無事ね倒すことができましたが、これ倒すとボーナスもらえます。これで SS でした。はい、いかがだったでしょうか。光アイテールを使った編成は多分まだ日本のサーバーではいないんじゃないかなと、勝手に思っているんですが、どうだったでしょうか。アイテールもね結構やってくれます。まあ、スキル上げるのがちょっと億劫だという人がいると思うので、まあ上げない人はね、空いてるこれぐらい出るんだなということだけ、知ってもらえればいいと思います。で、あとですね、今後も、まだね、模擬戦2日間あるので、もうちょっと冷たいなというところと、ランクに関してはですね、これランキングがあって、ランキング報酬ももちろん、このようにね、
あるんですけど、基本的にね、これを狙うのは結構無謀ですね。なので、いくつだったかな？ A ランクまで取れれば、確か40個もらえるはずなので、あ、20個かな？ 20 個もらえるはずなので、基本的には A 以上取れる編成を紹介していけたらなと、思います。それだけだったらね、倒すまでいかなくてもいいですし、時間の節約にもなるので、結構、電動めんどくさいなって思ってる人いると思うんですけど、A ぐらいだったら1ウェーブ目で終わると思うので、そういった編成を上げていけたらなと思います。というわけで、この後もね、ちょっと模擬戦を続けて、動画の方撮っていきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。